ミリペンミリペン、またはドローイングペンは極細のマーキングペンの一種である。線引きペンとも呼ばれる。一般的にプラスチック、またはフェルト製のペン先を持ち、1ミリメートル以下程度の極細の線幅を持つ。筆記の他製図、イラストレーション、漫画などのグラフィック用途に用いられ、一定の線幅を引く用途に適する。製図ペンの競合品として見た場合、 廉価であるが、多くはインクが交換できない使い捨て式であり、使用状況により、ペン先は守し、芯が潰れることもある。ミリペンの分類が、規格のように成立しているかは不詳であるが、漫画やデザインの分野では、基地の故障である。この名称は遅くとも1977年には、ゼブラが使用していた。1982年以降は、サクラクレパスのピグマを先駆けとして、 紙に滲にみにくく耐水性、耐、光性の高い水性顔料系、インク製品が登場した。製品に付随して示される太さのナンバリングはメーカーごとに独自の基準で示されており、必ずしも正確なミリメートル値や線幅を示すものではない。これはかつての製図ペンのナンバリング表記を意識した名残とされる。線幅は筆圧や滲み程度によっても変動する。 ありがとうございます。